さあやってっか、マップは永眠町ということで、大変よろしくお願いいたします。よし、最初狙いだな、このメンツで。今回興奮持ってきてます。興奮無常で最初狙い。あ、いや、足跡見えんの。今回ね、支配力つけてきてないから、特になんか上下チェイスが得意とかじゃないんだよな。弱くつかせりゃいいや。一発入んないかな。あー、そこ壊してないから無理か。どっから興奮使って一撃入れときたいんだよね。ギリギリになってワープ使ってくれればでかいんだけど。はい、無理か。無理だ。これ9だ、6だったらいいけど。はマジ今の当たんないの。きつ、かなりきつい。ファーストチェイスが終わりません。こっから勝てる保険ってあんのかな。炭鉱を追う、さすがにきつくね、炭鉱。あ、最悪。全然一撃入んねえ。いやー、きついな。どうしようかな、これ。興奮で一発入んなかったのが、もうちょっとぶっちゃけチェックメイト感あった。弾は取れた。救助ルート分かればいけるかも。わかんねえ。あ、わかるわ。ん？いや、わかんねえ。いや、わかるわ。オッケー。半分超えればいい。いやいやいや、ぶっちゃけどうでもいいや。オッケー、完璧。うまっ。いやー、危なすぎこれ。よく下ろした今。いや、こっからだったらまだ勝てる保険あるぞ。板もだいぶ使ってたしな。オッケー。残放置でいいから、とりあえず飛んじゃって。9か、この単語9だな。
ここはもう甘んじて食らおう。フラホないし、ちょっと待ってね。いや、まだ骨董が開けてんだったらまだ開かないと思うんだ。だよね、まだ開かないんだ。OK。で、即戻り。で、骨董いる。フラホは使ってないから、ここで使わせて。あ、勝ったかもしれない、それは。ダウン放置でいい。多分、騎士会吐いてる。間に合うでしょう、さすがに。オッケー、完璧。対戦、ありがとうございました。さあ、やっていきましょう。マープは五軒村。あ、アン使っていきましょうか。対戦よろしく。お願いいたします。やっていきましょう。骨董商狙いですね。まあ、マジシャンとかでもいいんだけど、マジシャン船上湧いてるんで。ここは安定して骨董商狙いとこう。絶対噛めるところで猫出したいな。噛めるところ、猫踏めるところで。猫の出し方終わってるわ。最悪、有言実行ならず。もうでも月ないでしょ。てか、うわー、キロ使っちゃったよ。絶対いらんかったわ、それ。まあいいか。救助狩りしていきたいね。噛めないか。どういうこと？マジシャン救助なの、それ。まあ、さすがに船下でしょう。それなら。カゴは？さあ離れてもろて、石器使わせて、でかすぎ。オッケー、これ救助させなかったのマジでかい。これ猫帰ってくるんじゃない？帰ってこないか。帰ってくるけど、そんなんじゃ。マジシャン多いじゃない。これ戻ってった気がするから、多分あれいるでしょ。いた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 。
オッケー。暗号機寄せたいからね、こっちとしては。寄せることだけを考えよう。結局この侵略暗号機ないやん。椅子使ってたわ、そういえば。ナイス、ナイスなんだけど、これ椅子使っちゃったの本当にミスったな。椅子使っちゃったの本当にミスだわ。あそこの暗号機全然守れねえや。向こうが開く分には全然問題ない。あと1台どこ回す予定なんだろうか。もうすんできるこれ。OK! 救助狩り、でかすぎ。よかった。危なかった、最後の判断。いやー、鶴椅子はやっぱ考えなきゃダメだな。後々後悔しちゃうわ、鶴椅子全然考えないで釣ると。いい教訓になりました。さあさあさあ、マジシャンはゲート行ったのかな。あっちかな、あっちっぽいな。ハッチどこだろう。海岸か。全然ハッチの場所意識してなかったけど、海岸っぽいな。あ、だね、海岸ですね。対戦ありがとうございました。